皆さんおはようございます。こんばんは、こんにちは。木島あすかです。はい、今日はみんなでランチを食べてきました。ただランチを食べるだけの動画らしいです。ちょっとさっき新大久保を撮影してたので、新大久保の韓国料理を食べに来ました。ということで頼んでいきましょう。まだ迷ってるんだよな。麺かビビンバか、ビビンバかチャプチェかチーズキムチチヂミ。じゃあちょっと聞いてみます。はい、すいません。ミニ冷麺とかあるの？あ、冷麺このサイズしかない。あ、そうなの。石焼きもこのサイズしかない。そうですね。余ったら食べますか？それは食べます。じゃあ石焼きビビンバにします。石焼きビビンバ、はい、チーズトッピングでチーズキムチチヂミ。はい、お腹すいた。結構撮影的食べてないこと多いですね。今日土曜日なんですけど、土曜日はあんま食べないですね。朝とかもそもそも10分始めるまで1日2食とかだったんです。10分の日はもう1日4食とかです。本当に食べるだけなんですかこれ？そうです。食べるだけで終わらせてくれるのかな。新大久保あんま2、3回ぐらいしか来たことなくて、 K-POP 好きとしてはテンション上がりました。ねえ、あちこちでもう PV がかかったりとかね。え、うん、実際韓国行くとこういう狭い道だった、狭い道にこうやっていっぱいお店が並んでるって感じですか？あんまり東京と変わらないですよ。行ってみたい。行くなら船。でも最近飛行機結構行けるようになってきた。なんか結構最近出張で福岡行ったり北海道行ったりとか行くことが多くて、その時飛行機乗るじゃないですか。はいはいはい。いつもなんかでも結構疲れて寝てること多くて、なんかそれもあると思うんですけど、だからなんか行ける、寝れるし寝れるし。やっと気づきました。そう、寝とけばいいって。気合十分だから早い。エプロンしてた早数分。あー美味しそう。来たー、でれん。お好みだと混ぜようと思います。チーズすんごい、おこげが美味しそう。わー、やばテンション上がってきた。美味しそうすぎる。めちゃくちゃ美味しそう。ちゃんとご飯は食べてるんですか最近？ご飯食べてますよ。なんか私いろんな国ご飯ちゃんと食べてるのかめっちゃ言われるんです。めっちゃ食べてますよ。そうなの、うん、普通に食べてる。普通に食べちゃって。たくさん入れよう。じゃあいただきます。チーズ好きとしては韓国料理は本当最高ですね。チーズは好きなの、うん、ちょっと前まで舌に口内できてたから超幸せですね。何も美味しく食べれなくて。ご飯食べてないんじゃないか心配になる。栄養は食べてない。ビタミン C。 チヂミ、フィンガーポーズ。あ、ありがとうございます。白菜が大きめに切られてて美味しい。
ちゃんと似合いそうだな。韓国語って可愛いですよね。勉強したいよ。何だったら知ってます？ほっとけどうしようみたいな。怖いよ。韓国人のアイドルが言ってるの。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。マシソよ。ケプラー以外におすすめのいませんか？新世代アイドル。やっぱアイブとかじゃないか。アイブもドキュメンタリーっていうの大好きで見てる。日本人メンバーのレイちゃんめちゃくちゃ可愛いですよ。可愛いですよね。めっちゃ可愛い。そうかも。ごめんなさい。これ取ってほしい。はい。しますね。私が早いこと食べちゃったのが大丈夫。あ、卵は大好き。大好き。めっちゃむずいですね。チーズ大好き、卵大好き。刺身はいきます。刺身はいきます。うん、でも刺身も青魚系はちょっとまだ無理。あマグロとか、そうマグロとかな。はい。はい。うん。辛くて美味しい。あー辛い。冷麺が辛い。食べるロケがめっちゃ多いんですよね。あ、そうなんですね、うん、食べてるとこを撮られるっていうのが多いです、ね、昨日もこの間はラーメン食べて、いや YouTube の影響な気がするな。あ、でも言ってたよね YouTube。 本当ですか？ラーメン、それを見て番組自体を始めたんです。カップラーメン食べれば、うん、あれえ番組自体そうなの。えやばくないですか？あれを見て面白いと思った。うん、いきましょう。商標取ればよかった。本当です。マルシー。YouTube に商標なんかないから。マルシー。マルシー。やってもらってなんもない。猫は可愛いですよ。見たい。Twitter とかでたまに癒されてますよ。本当に目キラキラですよね。しかし何回見てもあんなにキルキルになるもんかぐらい。動画なんですけど、なんかこう2人でねすごいじゃれ合ってるんですけど、わかるかな。サイちゃんがね足でピンオンってやるのかわいい。本当だ、後ろ足で蹴ってる。後ろ足でかわいい。サイちゃん、あの手が短いからさ足で。白飛びしてるけど、マシだってのがめっちゃ可愛い。可愛いでしょ？可愛い。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 会いたいな。あ、可愛い。尊い。これマシだけにしよう。無理やり抱っこしたりしないですか？ん？無理やり抱っこしたりとかしないんですか？前から聞きたかったんですけど。しますよ。足？めっちゃ嫌がられても。そうですよね。あ、やるんだ、よかった。私の印象ではやっぱりこう大切に扱ってて、うん、嫌がることはしないっていう主義なのかな。あ、なんだろう、そんなめっちゃ嫌なことをしない。もちろんもちろん。なんか抱っこもノリに乗ってる時にしかじっとしてくれないから、甘えてくれる時しか成功しない。たまに甘えてきてくれるから可愛いです。そうですね。あー、てな感じ。
感じです。最近、はい、最近も幸せな感じです。猫がいれば夜も寂しくないし、はい、猫がいるだけで幸せなの。本当ですね。ごちそうさまでした。美味しかった。